阪神4連勝だ、馬トークスペシャル、七夕祭りだ、馬券対決。いやー、もう7月ですね、暑い。ねえ、雨がまだ降ってますけれども、阪神地方ちょっとやめましたね。今週は、阪神ではプロキオンステークス、ダート1400メートル。福島では七夕賞、芝2000メートル。ねえ、G3 ですね。ハンデ戦。もう大荒れ必死の毎年。こういう時に限ったら本当に荒れるのかなと思いつつね。僕が毎年注目してるのはこの七夕賞の手前の天の川賞とか。まあ、特に織姫賞と彦星賞。これは怪しい。ねえ、期待したいですけど、今日はお二人のお笑い芸人さんをお呼びして、馬券対決スペシャルとなっております。それでは行きましょう。まためちゃくちゃ降ってきましたよ。阪神競馬場裏。大丈夫か？ぐちょぐちょどころちゃうんじゃないですか？やばいやばい。警戒レベル3まで来てます。先週、水曜日ですね。ジャパンダートダービー。タスキングの予想当たりましたね、がっつりね。ファラオに挑む国王号に北斗のタコが星となる。星となる。これ、流星君が来まして、北斗のタコ。ねえ、ラノンファラオ来ましたね。3連単はご覧の通り77万円。3連複は5万2600円。帯まで行きませんけれども。がっつり当たった方、おめでとうございます。どうも。カツラカミングアウト芸人の松本凛子です。馬トーク七夕スペシャル。カツラを取った私の頭は、ババが荒れている。それでは挨拶代わりにカツラあるあるをお一つ。カツラをつけている人間は周りの人より雨に気づくのがワンテンポ遅い。よろしくお願いいたします。関東で右に出る者がいない競馬芸人馬王です。予想対決で私に勝てる者がいるかな。さあ、かかってきなさい。で、その松本凛さんは、ソニーミュージックアーティストのダーリンズの松本凛さん、コンビでいらっしゃいますね。山ちゃんとかキングコングノンスタイルと同期、SMA 第8回お笑いホープ大賞に優勝。ウィニング競馬のキャプテン渡辺さんとも元相方という。ね、最近では一昨年の R1 グランプリ2019決勝進出して3位。僕は優勝したと思いましたけれども。で、もう一方のゲストは同じ SMA 所属の馬王さんですね。皆様おなじみのグリーンチャンネルでもコーナーを務めてらっしゃいました。で、JRA のイベント競馬教室でも講師として活躍と。で、グリーンチャンネルの競馬場の達人と。で、明日のレース展望など。これもグリーンチャンネルですね。全部グリーンチャンネル。あとは過去にありましたバキューンっていうね、予想 TV とかも出演なさってまして、今回は本気で馬券七夕賞を当てに来てくださってますんで、ちょっと期待してですね。さあ、ようやく金曜日になりました。鶴丸ボーイで有名なリンさん。何が鶴丸ボーイで有名やねん。鶴丸ボーイ走ってませんから、七夕賞。僕が本命に推しているパッシングスルーがですね、はい、2枠4番という素晴らしい場所に入りまして、そんな別にね、大外やから有利不利みたいな、これは、ないです。ないって聞いてるんで。うん、で、タツキングの、情報でもやっぱり戸崎さん、福島2000は1位戸崎さんですからね。あ全然、リンさんネタ入ってないですけど、大丈夫ですかこれ、リンさんがボケないので、情報言いますもん。福島芝2000メートルね、さっき言ってた戸崎啓太騎手が、1着8回のダントツです。過去3年ですけどね。で、僕が推してる内パクさん、2着4回、3着11回。で、注目したいのは最近調子がいい、坂井学さんですね。期待したいですね。
で、これがお約束の七夕賞。今回のタツキングのデータは、過去10年の年齢別の勝ち馬データと、三着内確率ですね。これはもうどう考えても5歳馬が圧倒的に4勝。あとはあまり変わりないんですけどね。まあ7歳以上になると、ちょっと、というかだいぶ 0.8% 三着内確率が穴狙うならそこでしょうね。皆さんと違う馬券で、今週も。帯を狙っていただきたいと思います。では本命馬を馬王さんからよろしくお願いします。人気もない5歳から6歳の中堅馬、さらに57、8キロ、そして前走から筋量増っていうのを探していくと、私の本命がエアウィンザーにおのずとなったということですね。今回の私の七夕賞の本命はバッシングスルーです。じゃあそのまま改名発表しましょうか。わかりました。それでは私の七夕賞の改名を発表させていただきたいと思います。3連打2等軸マルチ24軸に6、7、11、14、15です。あ、すいません、早すぎましたか。3連単2等軸マルチ2番ウィンウィクシードとパッシングスルー4番ですね。この2等を軸に、相手は6番7番11番14番15番、この5頭に流したいと思います。カツラ馬券をですね探していたんですけれども、何も見当たりませんでした。当てに行きます。よろしくお願いします。さて馬券の金額、こちらがですね、七夕賞エアウィンザーとマイネルサーパス1点ですから、馬連に1000円、ワイドに2000円、合計3000円でバシッと当てたいと思います。で、これが今週のタツキングのヘッドライン。先週が北斗の拳風のね、フォローにってやつでしたから、今回は火星ですか、ガンダム風ですね。ペレレーンってちょっとわかる人かわかんないですか。七夕に次男に恋する火星の牛っていうね。まあ、次男坊とノーブルマーズの火星ですね、火星。で、恋するクレッシェンドラブ。で、あとは牛ですから、うがつく4頭という、そういう風ね。よくわからないですけど、こういう感じで楽しくかけてみてはいかがでしょうか。で、最終、皆さんの出目揃いました。コカーボムキングさんまで揃いました。下の方は、プロキオンの予想ですね。今回は当たると皆さんで競技の結果、熊本、九州に現金を送るということで決まりましたんで、まあ、なんとか逆に当たってほしいですよね。って感じです。ってことで、今回の競馬大好き芸人七夕祭りスペシャルは以上となります。松本リーズさん、馬王さん、どうもありがとうございました。いやいや、こちらこそどうもありがとうございました。皆さん、東京に来た際は、府中競馬場ではなく、私の舞台に足を運んでいただけたら幸いでございます。松本リンスでした。それでは皆さん、また次回、最後までご覧いただきどうもありがとうございました。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。